山下恵里染色家です。まあ、後ろにある機織り機で真っ白い糸を染色して染めて織って布を作るっていう仕事をしてます。着物と帯を、メインに織ってまして、かすりっていう、ね、技法があって、そのかすり模様を入れるようにしてます。染めてる部分と染まってない部分があって、それを柄にして織るっていう手法なんですけど、まあ、昔から伝統的にある手法なんです。グラデーションっぽくなるせいのこの境界がぼやけた感じになるのが私はすごく好きで、かすりっていうのをすごくよく使うんですけど、大学時代にね、その日本史もさらに考古学とかも勉強したんですけど、なんか昔からそういうなんか古い時代の位置からなんかこう手作業でやるっていうのになんか惹かれてるところが多分ずっとあって、やっぱり手織りしたらそれなりのなんかこう手で作ったものの味が出るというか、多分私の個性もそれに似てますよね。私も本当にね、東京で個展をするっていうことを目標として やってきてて、やっぱり色もね、やっぱり画面で見るのと実際に見るのとちょっと微妙に違う時もあるし、やっぱりこう実際に近くで見て、まあ、触ってもらうっていう、なんかこう手触りってすごい大事だと思うんですね。まあ、着るものを作ってるんで、なんか実際にこう触れてもらうっていうことができないのちょっとやっぱり展示会するとなるとその点がやっぱちょっと辛かったですよね。なんか実際に見てもらえないっていう。私の着物と帯をなんか買ってくださった方がいて、私結局直接お会いしてどういう人が買ってくれたか全然知らなかったんですけど、なんかインスタでなんかその方が着物と帯なんか着てる姿をなんか見ることができて、それはすごい嬉しかったですね。着物と帯着ましたっていうのをあげてくれるたんですけど、それを見た時やっぱ一番嬉しかったですね。そう、定期的に更新するようになって、それで自分の作品もこう上げれる時は上げるようになったら、やっぱりこうね、反応は返ってくる時もあって、そういうのを見てちょっとやっぱり励みになるというか、っていうのはありましたね。展示会に見に来れない人もそれで見れるじゃないですか。で、結局海外の人にも見てもらえるっていう、それはすごいやり始めてよかったなと思います。定期的に展示会をして自分の、ね、作りたいものを作っていって、いろんな人にもらいたいっていう、ことですかね。